どうもこんにちは、リューボンです。なんだこれは。デッドライジング4、続きやっていきます。マジで、あっつあっつあっつ、回り込む。これ違うな。やべ、こっちか。お前かお前か。マジか。うおわかった。これフラッシュグレネードで頑張ろう。バレてんのこれ。マジで。あっつ。おっし、ダメじゃん。全然効かねえやんこいつ。おお、ハマってる。当たるじゃんこっからでも。でもね、これね、めんどくさいことにね、うっそ、もうよくね。最後の一発外したの痛かったな。やべ。あ、もういいか。もういいね、これ。死んでるよね。相変わらず死ぬ。あ、本来はこうなるのね。ビッグめ。あいつらとグルになって。俺のスクープを奪うつもりか。フラッグ、お前か。こっちよ。やっぱあれだね、強い武器っていうのはボス戦に取っとかないとダメだね。かなりなくなったぞ。とりあえず、うん、後ろ回り込むってどうやってやるんだろうね結局。あ、こんなにあった。手榴弾。うん、この中にもかなり物が置いてるな。うん、他は。いやー、しかし追っかなかったな。怖い怖い。やばいな、このゲームね、面白いですわ。正直ね、あ、実況始めて何が怖いかって、一回始めたゲームが、クソつまんない時があるんですよ、たまに。で、あー、このゲームきついなってなって、で、そのまま頑張ってね、やることもありますけど、しまってね。どうやってんだっけ。そう、あー、やっぱノートパソコンじゃ何もできないな。うん、でそのまま頑張って続けようとするんですけど、やっぱね辛いんですよ、やっててつまんないから。うん、面白いこのゲームは、はっきり言えるわ。うん、よし、じゃあ行こうか。あいつらがダーシーを連れ去ったの。どっちに行ったか見たか。ウエストリッジだったと思う。追いかけるわよね。ダーシーを助けてくれるでしょ。まあそうなるだろうな。よかった。どこに向かったか調べてみるわ。先に行ってて、何か分かれば連絡する。これマスクしてるからちゃんとマスクの声になってますね。
こう被ってる、これマスクね。こうよくさ、あの女子はマスクするとなんか何割美人みたいなさ、美人割り増しみたいなのありますけどね。男のマスクってなんかそうでもない気がしません？なんか余計ブサになるような気がするんですよね、男って。あんまり男のマスクってピンとこない、まあこれはあれによるかも、人によるかもしれないけど。おっと、面白そうな。あ、こういう普通の車を乗れるんやな。霊柩車ある？霊柩車はない。こんなところあるわけねえもんな。とりあえずね、車両の耐久をちょっと上げるわ。あ、上げたんだね。これはよし、取りましょう。で、レベルは23、まだ上がらない。危ないな、ルッカー車。おらー、どけお前ら。いいねこれ、ゾンビめっちゃ上に跳ねるわ。いいね、いいね。聞こえるか？オブスキリスは何かを追跡してる。きっととんでもなく恐ろしいゾンビか化け物かなんかだ。化け物？ちょっと待って、モールを襲ったやつだと思う。装甲車ないか。これからウエストリッジに向かう。また後で話そう。ないな。待て、フランク、教えてくれ。よう、ポーラ。フランクさん、オブスキリスがダムに罠を仕掛けたわ。そこで捕まえるつもりみたい。お手並み拝見ってとこか。ゾンビ引っかかってるわ。じゃあまた後でな。待って、フランクさん、教えて。これさ、車もガー乗っけられんの。ああ、かなり行くね。いいですね。ぶっ飛べ、ぶっ飛べ、ぶっ飛べ。ああ、気持ちいいの。気持ちいい。ああ、いいね、おい。あ、ごめん、全然違いました。ここ来ちゃダメだ。ぐしゃ。ぐしゃとか言うな。ワンの頃のフラン、あ、霊柩車や。あー、でもね、普通にこれの方が運転しやすいんですけどね。どこ行った？あった。あの間でやるのはちょっと難しそうだな。ここか、急げ。よし、オッケー。さあ行くぞ。方法はこっちだ。おかしいからこの。この発想おかしいから。ゾンビ飛ばすとかね、イカれてるよね。いい感じだよね。いや、もちろんいい意味でね、イカれてるなんですけど、ね、あ、もう無理な。まあいいや。まあまあ、わかりやすくていいよね。あ、くそ、見失った。うわ、くそ、あー、やっぱあれか。大体こういう時って敵対勢力じゃないんだよね、囚われるのって。
まんま寝転がすんだよ。おう、なんだ、一体なんだってんだ。このコスリも良くないね。ここで何をしてる。表情がわかんねえ。何をしてると聞いたんだ。一体何を言ってやがる。ここの豚野郎どもに一服盛られて連れてこられたんだろうが。カメラマンなのか。ああ、ナショナルジオグラフィックだ。ここに生息してる害虫を撮ってるのさ。目の前に見つけたようだ。まったく。二人、食料じゃなくレポーターを二人よこすとはな。おいおい待て。ビッグがいたのか。連れか。いやまあ師匠みたいなもんだ。つまり弟子か。まあそうだ。いいか、俺たちは善良な人間だ。俺は牧場主さ。他の奴らも配管工や肉屋だ。それが今は兵士さ、フランク。世界は変わっちまった。ウィラメッテにいたいか、写真を撮りたいか。ならお前も兵士になれ。俺の兵士に。あのビッグとかいう女、仲間にしてやった。物資も分けてやった。そうしたら質問攻めだ。軍隊の犬どもに対する襲撃のこととか、どんな武器をどこでどれだけ持ってるかとか。仲間だと思ってた。仲間だと思っていたのに、部下たちが危ない、襲撃がバレていて軍に待ち伏せされた。ああ言ってたね。今日は分かった。ビッグとは話をつけてやる。だが見返りが必要だ。お前もか。苦笑いって。あのダムに入りたい。ああ待て、聞いてくれ。あいつら何か企んでんだろ。それが何なのか知りたい。うん、いいかフランク、あのダムへの入り方が分かるのはハモンドだけだ。あの襲撃を率いたが、お前の連れが裏切った。あの時の襲撃だ。聞け、あんたが頼れるのは俺だけだ。俺に行かせてくれよ。ふん、ふん。はあ、どうするか。よし、わかった。いいだろう。だがな、失敗するなよ、ウエスト。入隊を許可する。詳細を教えてやれ。かっこ苦笑いとか。笑っちゃったんだけど。待て、こっちが先だ。ボンボン、クスガマと、うるさいな。ジャーナリスト兼発明家、天は二物を与えるんでな。これはダブルって何。新聞記事、すれ違う。今なんか耳鳴りみたいなものが鳴ったと思ったけど、ほーん。しかしだよね、落としたよね。あーやばい、全部特殊武器だ。あ、これかな。違うわ。そうだな。そして、レベルは24か。まだだな。25になったらとりあえず、またインベントリ系がね、1個。さて、話を聞かせてくれ。着替えた。ハモンドが部隊から何人か連れて、ウィラメッテ中学校に向かった。オブスキュリスがそいつらをそこに閉じ込めてる。発砲音はまだないが、長くは続かないだろう。なぜわざわざ奴らに手を出す。他に狙える物資はないのか。トムはメッセージを送りたいのさ。そんな気がして。いいか、ハモンドは優秀だが長くは持たない。急いでくれ。さもなきゃお前がトムの標的になるぞ。わかるか。わかった。中学校だな。すぐに向かう。よし。トムのやつ、勝手に一人遊びしててくれりゃいいのに。
スペクトルアナリザーを使って運転可能な？ほー、そんな。はー、これでわかるんだ。すげえ。まあ、一目でわかるんだけどね。あの、ハザードがチカチカ鳴ってるから、わかるんだけどね。レベルはまだ上がらんか。行ってよし！行ってよし。あったあった、ここだ。ここから入るんだ。どこ？入り口は。開くね。よし。じゃあこのボンボンちゃんの出番だな。来やがる。特殊感染者はいないな。成り立てゾンビ。成り立てゾンビってもう名前がダサいよね。うっそん。逃げろ。うわー気持ちいい。いいねー。間違えた。危ない危ない。しまったー。痛いけど大したダメージ食らわないよね。ちょっと待って、やかましいからとっとと上行こう。あれ下だっけ。上にはいない。下やった。あれこっちやな。あれ入れないね。あれあ、あ、こいつだけなんだ残り。オッケーオッケー、やったぜ。楽しすぎる。いや、いいねこのゲーム。ところで2万、ほんと高いよな本当に。ビッグのアップロードは後でやるわ。とりあえず設計図だけ必須だよね。じゃあゾンビ退治頑張ってね。フードショップは大丈夫。コスチュームしっかり準備することね。何がある。仕入れたばかりよ。建設作業員。うーん、あんま面白くないな。で、乗り物は？ほー、これがたった3000円で買えるんだ。ま、そのうちな。あ、出ちゃった。ま、いいや。はい。というわけでね、今回はこれで終わりにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。まったな。